この4月に指導陣も変わり、声を出すことやハングリー精神をこれまで以上に前面に出して日々の練習に取り組んでいます。守備から流れを作るチームで守備では相手に流れを渡さないように一つ一つの丁寧、プレーを丁寧に行っています。3年生でもさらに成長したいと願う選手たち、うまくいかないことがあると選手間で互いに指摘し合い修正をかけます。守りの中心は守備範囲が広く堅実にアウトを取れるショートの達川、気が利くポジショニングでチームのピンチを救うセカンドの佐藤、俊足で肩の強さが持ち味のセンター藤本が守りの柱となります。投手陣は変化球を織り交ぜ打たせて取るピッチングができる左の戸上らが先発、力強いストレートで気迫のピッチングができる松平へとつなぐ系投が基本パターンとなります。練習中一定のリズムが刻まれる中行われるティーバッティングや素振り、これは相手ピッチャーの間合いにしっかりと合わせ自分のバッティングができるようにするトレーニングです。打線では長打力がありながらも打率を残せる高橋に加え、状況に応じた打ち分けができる阿部が打線をつなぐ役割を果たします。そんなチームに勢いをつけるのは大分沖野台高校の二刀流は野球と太鼓です。マネージャーの佐藤さんは小学3年生から太鼓を続けており、その音色で僕たちを鼓舞してくれます。力強い太鼓の後押しを受け、チームは夏を勝ち上がります。おしぎさん、よし。